What are you looking at? I'm gonna crush you! さっさと始めようぜ。俺の番か。こうねえのか。Give it your best shot. Let's go! 終わらせる。やれるぜ。こちら飛行機に雨か。そっちも欲しいもの通ったら合流しようよ。お、実は俺の親戚がこっちで。長い雨だな。止んだみてえだな。体が軽いな。考え事か。いらっしゃい。ありがとう。
are you looking at? Gonna cry for my... 後悔するなよ。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。ほら、構え。行くぜ。What's up with this?Take your life! さっさと始めようぜ。俺の番だ。Pissing me off. 後悔するなよ。よし、やるぜ。手数がいるな。Come on. 行くぜ。叩き潰す。気合い入れるか。
準備はできてるぜ。あるほど。はい。Stay in a show, dipshit. Any last words? 後悔するなよ。俺の番だ。俺の番ついてこれるか。You're dead! Stop! Igwe! Sure! Aite ni narane na. Hello! Hey! Aruhu! Aloha. いただきます。ごちそうさま。Thank you.Aloha. Thank you. Easy. You messed with the wrong guy. I'm gonna take you ready. Rich, you're the day. Igu, Tekas ga iru na. Aite ni narane na.体が軽いな。
いりませんか？一杯1ドルなんですけど。それじゃあ一杯もらえるか？ありがとうございます。味の好みはありますか？レモンやお砂糖の量を変えることもできますよ。へえ、そんなこともできんのか。まあ最初だし普通でいいかな。おすすめの一杯をくれよ。わかりました。ちょっと待ってくださいね。どうぞ。めちゃくちゃうまいじゃねえか。一気に飲んじまったぜ。ありがとうございます。味には自信があるので嬉しいです。今日は店番かなんかかい？しっかり手伝って偉いもんだ。いえ、手伝いというか、これ僕のお店なんです。このスタンドも全部僕が作ったんですよ。そうなのか。そりゃすげえな。はい、これレモネードスタンドって言われていて、ハワイではよくある店の形なんです。子供が開いてる店も多くて、これで家の生活費を稼いでる子も多いんですよ。なるほど、そうなのか。しかし若いのに大したもんだよ。トニーズレモネードスタンド、名前トニーっていうのか？はい。お兄さんは？俺は春日だ。よろしくね。トニーも家のために店頑張ってるのか？そうですね、半分は家に入れています。でももう半分は自分のためだったりしまして。お、なんだ？欲しいおもちゃでもあんのか？いえ、そのティアラを買いたくて。ティアラって、あの頭に乗せるアクセサリー的なやつか？誰かにプレゼントでもするのか？はい、お世話になったお姉さんが遠くに行ってしまうので、どうしても最後に送りたくて。ほう、しっかりしてんな。しかしティアラって結構値が張るだろう。気合い入れすぎなんじゃねえのか？僕もそう思います。でもそれでも足りないくらい感謝してるんです。僕にとって世界一大切な人なんです。はあ、ありがとうございます。
わかった。わかりました。ありがとうございます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 。ありがとうよ。おう。ありがとうございます。体が軽いな。
つでもいい。強くなれるだな。はあ、最悪だ。せっかくハワイに来たっていうのに泊まれない。野宿か、野垂れ死にか。よ、どうしたんだ。パスポートでも落としたのか。え、ああ、いえ、パスポートはあるんですが、実はそのスマホが壊れてしまったようで、画面が全く映らなくなってしまったんです。旅行の情報は全部スマホに入れてたので、今晩泊まる予定のホテルの場所が全くわからなくなってしまって、このままだとどこにも泊まれず、野垂れ死にしてしまうのではと。そんな大げさな。はあ、どうしよう。俺もホテル探すの手伝ってやろうか。一人で当てもなく探すよりはマシだろう。本当ですか？ありがとうございます。新しい土地で誰にも声をかけられず、本当に心細くて困ってたんです。で、その探してるホテルはなんて名前のホテルなんだ？確かホテルビーチサイドという感じの名前だったと思うのですが、ご存知だったりします？やはり
知らねえな。まあ俺もそんなに土地勘あるわけじゃねえし、ちょっとこの辺の人に聞きまくってみるか。一人くらい知ってる人いるだろう。すみません、出会ったばかりなのに。そんな、ありがとうございます。すみません、ホテルビーチサイドって名前のホテル、どこにあるか知りませんかね。ビーチサイド？さあ、ちょっとわからないです。ダメか。まあこれからだ。ちょっと場所変えて聞いてみようぜ。すいません、この辺にホテルビーチサイドってホテルあります？ホテルビーチサイド？あ、いや知らないな。はあ、なかなか知ってる人見つからねえな。もしかして幻のホテルか何かか？そんなはずは。普通にネットで予約しただけで。おい、何も泣くことねえじゃねえか。そのうち知ってる人も見つかるって。そうですね、ありがとうございます。会ったばかりの僕に優しくしてくれて。よく泣くやつだな。あの、お兄さん、お名前は？僕は沢井って言います。俺は春日だ。諦めないでもうちょい聞き込みしてみようぜ、沢井。はい、春日さん。日本人さん、ハワイにようこそ。これどうぞ。私からの歓迎の気持ちです。ありがとうございます。あなたにも。レイ、切らしちゃった。俺はいいよ、気持ちだけもらっておくぜ。じゃあ小さいですけど、この花をあげますね。気持ちだけはレイにも負けてないです。綺麗でしょ？そうだな、ありがとうよ。あの、お姉さん現地の方ですよね。そのホテルビーチサイドってご存知ないですか？ちょっと道が分からなくなってしまって。ん？ホテルビーチサイド？そんなホテルこの辺にないと思うけどな。そうですか、ありがとうございます。ちなみにホテルシーサイドじゃないですよね。だったらこの道をちょっと進んで右に入ったところにあるんですけど。ホテルシーサイドかもしれないです、僕のホテル。マジかよ。春日さん、本当にすみません。名前の雰囲気で盛大に勘違いしていました。道理で見つからねえわけない。まっ、ホテルの場所が分かってよかったじゃねえか。それとお姉さん、ありがとうございます。あなたのおかげで今晩宿にありつけそうです。よかったです。あ、そうそう、レイの代わりっていうわけじゃないんだけど、私からもちょっとしたお願いがあって。その、実は私学生でフラダンスのチームに入ってるんですが、衣装とか練習場所のレンタルとかでお金が必要で、もしよかったら活動資金として少し寄付してもらえませんでしょうか？え？します、します。とも、あなたがいなければ今日野宿だったかもしれませんし、お礼の意味も込めて寄付させていただきます。こんなにいいの？ありがとう。じゃあサービスってわけじゃないけど、ホテルまで案内してあげるわ。いいんですか？ええ、そんなに遠くないし。それじゃあ行きましょう。はい。
それじゃあ春日さん、僕はこれで。ありがとうございました。おう、じゃあな。
して。あの。よ。ありがとうございます。あの、わかりました。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。お。よ。はい。ありがとうよ。準備はできてるぞ。
ビット出来じゃねえか。Aloha! Thank you! いつでもやれるぜ。なんだ？
おう。はい。はい。
なあ。はい。
の。よ。じゃ。はい。あるわ。よ。ありがとうございます。わかりました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 。ありがとうございます。よ。ございます。そう。なあ。
お。ありがとうございます。Aloha. いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you.さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。
お、ありがとうございます。おう、任せとけ。うん。
me off. I'll take your life. さっさと始めようぜ。金を奪われちまった。こういうことがあるなら ATM。 ついていく。What's with your fit? Ace. What do you want? This ain't a show, dipshit. I'll sue you. 後悔するなよ。行くぜ。ついてこれるか。やんのかい。コツつかめたんじゃねえか？
待てよ。手にならねえな。なあ。いや。Thank you.
Your fate is gone. Butch, come up!俺の手数がいるな。行くぜ。Give me your best shot! よし、上昇上昇。
待てよ。なったよ、こいつ強すぎる。おめえらが募金詐欺の元締めだろ。あの子はもう抜けさせてやれ。もう十分甘い汁吸ったんだろ。これ以上まだやるってんだら容赦しねえ。また詐欺やってるの見かけたら何度でもてめえらを潰しに来るぜ。わかりました。申しません。勘弁してください。無事か、キアナちゃん。はい。助けていただいてありがとうございます。礼ならこいつに言ってやりな。体張って必死にあんたを守ろうとしたんだ。ありがとうございました、沢井さん。私なんかのために。キアナさん、無事でよかった。あの、沢井さん、今まで騙していてごめんなさい。実は寄付なんて全部嘘だったんです。私、小さい頃に親が借金を残していなくなってしまって、困り果ててた頃にあの人たちと出会ったんです。人助けをしながらお金も稼げる仕事があるって聞いて飛びついてしまって。バカですよね、そんな仕事あるわけないのに。
蓋を開けてみたら、観光客から寄付を募る詐欺でした。引き返すこともできず、嘘の寄付を募る毎日。どれだけお金を集めても、私の取り分は利子を返せる程度でした。最初は心が苦しかったはずなのに、だんだん何も感じなくなっていった。幸せのない真っ暗な毎日に慣れていったんです。それからたくさんの人を騙しました。あなたも。でも、そんな最低な私に優しくしてくれた人が一人だけいたんです。その人は、こんな私に毎日優しい言葉をかけてくれて、雨が降ったら傘までくれて、自分は濡れながら走っていくような人。あなたです、沢井さん。キアナさん、私は優しくされる資格のない最低の人間です。だから、優しくしてもらったのは本当に久しぶりのことで、本当に嬉しかった。でもそれよりも本当に苦しかった。苦しい？こんなに優しくて素敵な人を騙していること、騙されていることはきっと分かっているのに、それでも自分に笑ってくれる人を裏切り続けること。あなたが優しくしてくれるたびに、罪悪感のナイフが私を切りつけるんです。本当はあなたの笑顔を見て素直に笑い返せるような自分になりたい。でもなれない。後ろめたくて辛くて、これ以上自分もあなたも傷つけたくなくて、あなたから逃げたんです。でもその結果、こんな危険なことに巻き込んでしまった。本当にごめんなさい。泣かないでください、キアナさん。僕はそんなあなたの顔が見たくてここに来たんじゃないんです。それに僕はあなたに傷つけられてもいない。僕はむしろあなたに感謝しているんです。どうして？私はあなたを騙してひどいことを。詐欺目的だったのかもしれないけど、あなたは僕に優しくしてくれたじゃないですか。僕も日本で仕事がうまくいかなくて、ずっとバカにされてコケにされて、優しくされたことなんて最近全然なかった。こんな役立たずの僕はもう生きてる意味なんてないんじゃないか、毎日そう思っていました。そんな現実が嫌で僕はハワイに逃げてきたんです。そんな時、春日さんやあなたが僕に優しくしてくれた。ホテルが分からなくて途方に暮れている僕に寄り添って助けてくれた。こんな僕のために誰かが優しくしてくれる。二人ともそれだけって思ってるでしょうけど、それだけのことでどれだけ心が救われたことか。沢井、詐欺はもちろんいけないことです。でも僕はそれでもあなたに優しくしてもらえて本当に嬉しかった。ありがとう、キアナさん。だから僕のことなんかで苦しまないで、いつもの素敵な笑顔を見せてください。沢井さん、いろいろありがとうございました、春日さん。ありがとうございました。気にすんない。それより二人はこれからどうするんだ？私はまずは自分の犯した罪をしっかりと償おうと思います。後ろめたさのない胸を張れる状態でしっかりと沢井さんに向き合いたいですから。そうか。罪を償い終えたら、も
後ろ暗い生き方はやめて、ちゃんとお金を稼いで借金を返していこうと思います。僕と二人でね。はい。おいおい、もう熱々かよ。勘弁してくれよな。すみません、でも僕本気です。キアナさんと一緒に生きていきたいと思っています。一緒に働いて借金を返して、ここで素朴でもいい、穏やかに優しいままで二人でずっと暮らしていけたらなって。ちょっと急な話ですけど、心からそう思っています。おかしいですかね。いや、いいんじゃねえか。人の恋路をとやかく言うような趣味はねえし、応援するぜ。何より最初に会った時は死にそうな顔をしていたおめえが今は生き生きしてる、それが答えかもしれねえな。キアナだけじゃねえ、おめえも笑顔の方がいいよ。笑顔が一番成果って言うだろう。知らねえか。それは全然知らないですけど。とにかく春日さんには本当にお世話になりました。これはお礼です。本当にありがとうございました。それでは。おう、お幸せに。頑張れよ。お、困った、困ったの。どうしましたか。僕たちにできることがあれば。ありがとう。実はビーチサイドとかなんとかいうホテルに行きたいんじゃが。もしかしてホテルシーサイドじゃないですか。私たちの思い出のホテルなんです。案内しますよ。おお、そこじゃ。どうもありがとう。優しいカップルさんだね。誰かに優しくしてほしかった。優しいやつらか。境遇は違えど二人は似ているのかもしれねえな。いつまでも優しいおめえらのままでいてくれよ。いつでもやれるぞ。
よ。来てくれたの？うん、間に合ってよかった。出発前にトニーちゃんに会えてとっても嬉しいわ。来てくれてありがとう。魔王姉ちゃん、あのね、ん？これお姉ちゃんにプレゼント。これ私がよくお店で見てた。もしかしてあなた私のためにレモネードを？喜んでもらえると嬉しいな。ありがとう。本当に本当に嬉しい。あ、お姉ちゃん恥ずかしいよ。似合ってるよ。ニューヨークに行っても元気でね。トニーちゃんもね。好き嫌いしちゃダメよ。ちゃんと野菜も食べること。夜更かしもしないでちゃんと早く寝るのよ。それと、分かってるよ魔王姉ちゃん。僕はもう大丈夫。お姉ちゃんがいなくても寂しくないし、野菜だってちゃんと食べる。心配しないで。運動もたくさんしていい男になるんだから。そうよね。トニーちゃんはもう立派なお兄ちゃんだもんね。魔王、そろそろ。あ、そうね。じゃあね、トニーちゃん、来てくれてありがとう。このティアラもずっとずっと大切にするわ。うん、さようなら魔王姉ちゃん。幸せにね。よく我慢したな。偉いぞトニー。Thank you.
Where are you at? What you doing? Hopefully it's something on our list today as me and Big P are taking you on a virtual tour of Honolulu in a little segment we call Hotspot. That's right. Whether it's your first time touching down, you're out here once again, or you're living local, there's always something to Aloha. Do, someone to see, and somewhere to be out here in Hawaii. Now, to slip in a word from our sponsor, if you're not sure where to start, swing by Alo Happy Tours on one of their many locations across town, and they'll point you in the right direction. That spot with the banana guy running around. Yeah, the banana guy. What do you mean, their mascot? Pee-pee. He's supposed to be a palm tree. Thank you. All I know is to... Me, he's the banana guy. Makes me want to whip up a smoothie. Hey, you know what? Smoothies are really good. I like the ones with the bananas and the strawberries in it. Mm. Alright, anyway, while you do that, I'm gonna dive right into the fun. Now, obviously, the first thing a lot of people are gonna do is probably want to hit up Aloha Beach. Catch some rays, catch some waves, catch some frisbees, volleyballs, you name it. Just don't catch the volleyball with your face. Anyway, there's always something going on out there, whether you're on the sand or in the water. Just make sure the bad guys don't catch you. Well, first banana guys and now bad guys? Yeah! I'm sensing a theme here. Yeah, you know... like when you're out there swimming in the ocean or just having a stroll on the pier here, you tell them you don't run into bad guys. No. I mean, I do see some weirdos from time to time, but it's not like they're picking a fight. Ah, I guess they don't want... なかなかいいのが撮れたな。よう、いい写真撮れたのかい？ああ、バッチリだ。最高のショットが撮れたよ。やっぱ写真を撮るならハワイが一番だな。確かに、ビーチとか綺麗なもんが多い街だもんな。写真撮るには最高なんだろうな。なあ、もしよかったら撮ったやつ見せてくれねえか？ああ、いいぜ。もしかしてあんた観光客とかか？まあそんなところかな。いつもは横浜にいるんだけど、ちょっと用事で来てんだい。春日一番だ。よろしくね。俺はジョージ・クロキ。トロリーに乗っていつも写真を撮っているんだ。こちらこそよろしくな、春日ちゃん。さて、写真が見たいんだったな。ほれ見てみろ、自信作ばかりだ。どれどれ。あ
どうだい、最高の写真ばかりだろう。どうだいじゃねえよ。なんだよこれ、全部怪しい連中の写真じゃねえか。そりゃそうさ、俺は怪しい連中、不審者専門のカメラマンだからさ。不審者専門のカメラマン？ああ、ハワイってのはもともと開放的な場所だから、調子に乗って悪さをする不審者が多い場所なんだが、最近変な被り物をした不審者がハワイの観光客に嫌がらせをするっていう悪趣味な動画がネットでバズってな。その動画の真似をして被り物をしてバカなことをする愉快犯みたいな連中がハワイでは急増してるんだ。つまり不審者専門カメラマンの俺にとって最高の仕事場所ってわけさ。仕事場所って、そもそも不審者の写真撮るなんて仕事儲かるのか？それがそこそこ儲かるんだよ。この写真に誰が金出してくれてると思う？不審者マニア？なんだよ不審者マニアって。これに金出してくれるのはな、警察だよ警察。警察？なあ、さっき言っただろ、誘拐犯が増えてるって。警察も手を焼いてて何とかしたいらしくてさ、そこでお声がかかったのが俺ってわけ。いつも変な奴らの写真撮ってる俺を使って、あいつらを効率的に取り締まりたい、だから協力してくれってさ。協力って、ただ写真撮るだけでどうやって？簡単に言うと、俺が撮った写真を元に警察が不審者を見つけて捕まえてるんだよ。俺がここから不審者を撮ると、すぐに警察に写真データが行くようになってる。それをもとに不審者の場所を特定して現行犯で取っ捕まえてるんだ。写真で決定的な瞬間を収めれば、それを犯行の証拠にすることもできるし、一石二鳥だ。まつまり俺は不審者逮捕に貢献できる尊い仕事をしてるってわけよ。なるほどな、だから不審者ばっかり撮ってたってわけか。ああ、トロリーはハワイ中を効率よく回るのに最適な乗り物だ。だから不審者探索にももってこいなのさ。まさか不審者連中もトロリーから自分たちが見られて撮られてるなんて思ってもいないだろうしな。結構楽しいんだぜ、一般人の中から変な被り物をした不審者を探して撮るゲームみたいだろ。確かにそう言われると楽しそうではあるな。なら寄ってみるか。え、俺が？カメラとかあんまり使ったことねえけど、できるかな？気にすることねえさ、何も芸術的な写真を撮れって言ってるわけじゃねえんだ。被り物してる不審者探して見つけたら撮る、基本はそれだけで OK だ。小難しい技術は必要ねえ。ただ車体はなるべくでかく、なるべく真ん中で撮ることを目指した方がいい。そっちの方が報酬を多くもらえるからな。余裕があったら狙ってみろ。分かった、じゃあ試しに一度やってみるよ。ああ、しっかり不審者撮れよ春日ちゃん。取りまくるぜ。いい感じだな、いい絵が撮れたな。いい絵が撮れたな。いい感じだな、感じだな。
が取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。取れたな。いまいちだな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。いい絵が取れたな。いい感じだな。取れたな。いい感じだな。いい感じだな。いい絵が取れたな。もっといけそうだ。まあまあだな。いい絵が撮れたな。いい感じだな。いい写真が撮れたぜ。疲れ、カスガちゃん。なかなか数字がいいじゃねえか。初回にしちゃ上出来だ。そうかい。だがなかなか難しいもんだな。急に出てくる不審者も多いしよ。まあ不審者なんてのは大抵急に出てくるもんだからな。だが奴らにもある程度パターンがあるからよ。それを覚えちまえば結構サクサクいい写真が撮れたりするんだ。春日ちゃんなら何回かやれば優秀な不審者スナッパーになれると思うぜ。俺が保証するよ。ああそうそう、これは今回の報酬だ。初回だし弾んでおいた。受け取ってくれ。本来は撮れた内容によってポイントが付与されて、そのポイントを現金とか物と変えられるシステムなんだけどよ、今回は特別だ。あとそうだ、これもやるよ。カメラ？こんなのもらっていいのかよ。ああ、俺は同じやつもう一台あるからよ。遠慮しないでもらってくれ。警察から撮影を頼まれている路線はここ以外にもいくつかあってよ。それぞれ撮影の難しさや不審者の種類も微妙に違うんだ。まあとりあえずは一番撮影しやすいこのアロハビーチ周辺で腕を磨いて、慣れてきたら他の路線にも挑戦してみる感じでいいんじゃねえかな。わかった。カメラもせっかくもらったし、世のためにもなるってんなら微力ながら協力させてもらうよ。ありがとうよ。わかんねえことがあったり何かあったらいつでも声かけてくれや。わかった。じゃあよろしくな、カスガちゃん。おう。うひょー、あそこ不審者がいっぱいいる。ふぅー、たまんねえだ。ママ、あの人は？不審者よ、目を合わせちゃダメ。ああ。
どうするんだ。
謝罪するまでぶちのめしてきやれ。ガンガン行くぜ。ほら、俺の番ついてこれるか。さっさと来い。行くぜ。